10月15日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊ぼ二郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊ぼ二郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。南大東島通信。おそ、はいえー、らくこの番組を聞いてらっしゃる方に限定しなくても多くの関東近郊の皆さんは一生南大東島に行くことなく 人生を終える上にその上ですね私あのこの仕事長くしてますから、まあ、テレビってどういうものか大方わかるわけですよ、えー、いや南大東島ってテレビで見たことあるよって方結構いらっしゃると思います、うん、あの南大東島は島一つで村一つで南大東村という村なんでありますが、えーえー、いくつか宿泊施設はあるんですけど、はい、メインの宿泊施設は 市役所じゃねえや村役場の筋向かいに立ってるまあ3階建てか4階建てぐらいのホテルがあるんですがここ一軒しかおそらく大きな宿泊施設はないあといくつかまあないではないっていう程度なもんですからテレビの取材に来た皆さんはそこに皆さん泊まるというのが明らかにわかるわけですね。エレベータータ横にには歴代取材に来た人人のの芸能人の名前が 敷紙がダーッとこう一個ずつこう、まあ、知ってる人いるよねと思ったうん、うん、まあまあまあ私が知ってる範囲の芸能人の方が、はい、たくさんいらっしゃってるわけでさ、えー、芸能人の人がこの島に来ると間違いなくここのホテル泊まるんだなって <laughs>、うん、に選択肢がおそらくないんだろうな、ね、と。えー、で見たことまあないことはないんですけれども南大東島を扱うテレビ番組は必ず 同同じじところにスポットをを当てててようなな紹介をしてるはずなんです、はい、どういう紹介をするかというと、はいま、半径いや直径が67キロぐらいの丸い島なんですが、えー、周りが全部あの断崖絶壁の絶海のことで不思議なことにサンゴ礁がそこだけ隆起したのかなんか分かんないですけども。 不思議なことになる、うん、ちょっと気合い出ると水深1000メートルとかなんですよそうなんですかでそういうところって、はいまあ、この間あの山の専門家の方はこの番組にいらっしゃってですねつまりそういう離島ってあの要するに海底から山脈状態になって大きな山が富士山みたいなやつがドーンって立ってて、うん、その一番てっぺんの部分だけが海の上に出てますということになると。うん まあ、利尻島みたいに島の中央に山のてっぺんがあってだから周りの海岸線に向かってなだらかっ、えーまあ、急なケースもありますけどガ、えーッと三角がこう徐,々、ね、徐々に広がっていって海面と接するところで海岸線ができて、うん、でもそこから下海底に向かってずーっと山裾が広がってるっていうそういう島は ところがですね不思議なことに南大東島ってそういう島じゃないもんですから<い>だから利尻島とか。 屋久、えー、島にあるような山頂というのがないんです大体<ー>いい島の真ん中にいっかけて、ね、え島というのはだんだん高くなっていくはい、はい、いっていうそういうイメージじゃないですかところがですねきれいに切り取られたみたいに平らな、うんですよ。不思議ですね切り取らられたたみいに平ででで周囲が崖崖数十メートルの崖ででここテレビで取材に行くと必ずですねここはもう周囲が断崖絶壁なんで船が着岸できるところがないんです、うん <laughs> うん、着眼できないので陸上からクレーンでお客さんへ荷物を船からこう釣り上げるはい、はい、で船に乗り込むには着眼ができないので沖合に泊まった船にそのクレーンで人や物を降ろすんですっていうって大変珍しい光景ですって <laughs>、うん、テレビは必ずやるんです私がディレクターでも間違いなくそういう切り取り方をします、うんうん、島は断崖絶壁だから船がつけないんだと <laughs>、うん、で。 着岸していない船にクレーンを横付けしてクレーンから人や物をこう籠みたいなものに入れて、えーえー、すごいインパクトありますよね。うん、でそこをまあ紹介しますよね今回自分で行ってはい、あテレビって本当に <laughs> 一部しか伝えないよなと <laughs> そうつくづく思ったんです。うどういうういいことかというとか、えー、海岸線 まあ海岸伝って砂浜があるわけじゃないんですけども、うん、でも、まあ、海水に面したところに何となく頭の中に出来上がったイメージでいうとそこまで降りていけないような感じがするじゃないですか島の端っこまで行くと断崖絶壁ではる、はい、か、うん、目の下の方に海が広がってることで海の水際っていうかいう、ね、まあ波打ち際まで降りられないと思うじゃないですか。うんうんうん そんなことないんです。ですはい、えー、結構至る所、うん、海岸線まで降りられるようになってます。 そそれはまあそうですね端っこのところをががががががっと削り取ったらですね、うん、とりあえず降りられるわけですよ。まあ、で、まあ、あの海水浴ができるプールみたいなものも複数ありますからいいでそれとは別に漁港もあるんですよ漁港も。そうなん漁港ということはつ,つまり小さな船なら港の中に入っていって嵐が来た時に避難ができるようなところがあるんです。いい確かに 大型船が入っていけるような東京湾とか大阪湾みたいなああいう入り江になっていて、えー、そういうところはないんです、うん、だからまあ海が晴れると着岸しにくいわなこれとは思うんだけれども船の継船施設っていろんな形のものがつまり船ってこうロープで太いロープで、うん、も,もやいを取るうん、うん、でいろんな角度から前から後ろから横からもやいを取るんですが、うん、そういうもやいのロープを結ぶための。 よく昔の,あのマドロスさん と船乗りが言われた時代に、頭の中に。我々の世代は船乗りというのは、あの海岸とか岸壁のところにある金属のなんかくねって曲がった。軽戦用の、あのボラードって言うんですけども、そこに片足をかけて。パイプ吸って、帽子かぶってるって、それでボーダーのシャツ着てっていう。典型的なイメージがありますよね。あの時に足をぐっとかける、あの金属製の船を燃やう設備みたいなものも。そのコンクリのところに。だ ーッと並んんんんででででるるすすそうなんですか、まあ、線できるじゃんこれって話なんだけれどもいまだに掲載をせずに、まあ、クレーンで上げてるのは間違いないんだけども、はい、テレビでいくとそこしか撮らないからかそ,れかいそれしかないような気がするじゃないですか。うううん、あテレビって自分が40年もやってて言うのはなんだけど。うん 嘘つきだわ、ね、テレビでしか南大東島を知らない人はもうそういうものだと思い込みますよね。うん、印象がやっっぱりそれになっちゃうということで、はい、おそらく多くの皆さんは南大東島を訪れずに一生終わると思いますんでん今回私行ってきましたから、えー、皆さんに南大東島というのは一体どういうところかご紹介をしたいと思うんですが、えー、何から喋っていいのかよくわからないので、うん、目の前にいる南大東島に行ったことがないマス 松山さ,やさんからの素朴な疑問にお答えする形で南大東島についてお伝えしようと思います<ー>南大東島について一番知りたいことはさあ何ですか南大東島の名産おいしい食べ物などありますか、はい、南大東島ですかはい。ウキビしかありません <laughs> サトウキビはも十分、ね、聞こえました今とにかくね <laughs> しかないのよ島中サトウキビなんですどこまで行ってもサトウキビビックリしますねあれは沖縄のそういうところは多いですけれども素朴に思ったんですサトウキビ栽培ってもしかするともうかんじゃねえまたそういうところに目をつけましたかはいお家の庭にサトウキビを地元のコンビニみたいなところ行ってあコンビニはちなみに 軒もありまはい村役場の筋向かいのところに商店が夜時以降ままでやってる商店が軒だけありすコンビニスーパーを兼ねたようなお店が2軒ありまして片っぽがケンチャンストア別に南大島の店の紹介しなくてもいいんだけどケンチャンストアここがね9時半ぐらいまでやってるかなもう1軒がやっぱり9時ぐらいまでかな。そこで私今回 サトウキビが、うんえー、袋詰めされてまして、はい、真空パックで2本入り290円砂糖にしてねいサトウキビのまんまはいサトウキビです、えー、で私サトウキビに関しては若干の思い出がありましてねはい えー、私の記憶が6歳より前はほとんどないという話を前にさせていただいたことがあると思います、うん、多くの女の女性の方は結構早い時の段階から記憶ら、ね、ら男の子はね遅いと一般的に言われております、うん、で実際うち子育て女の子と男の子としてもやっぱり言葉を覚える速度であるとか歩き出す速度であるとかはい、はい、女の子の方が大体早いんですよ。うん、で私も基本的に 6歳より前の記憶はほとんどないんですがそのほとんどない記憶の中の一つは、はい、岐阜県に住んでいる時にどういう経きかはわからないけれども、うん、長さ2 5ンチぐらいのサトウキビを与えられて、うん、それをむしゃむしゃ噛んだという記憶があって <laughs> うわ <laughs> 雨と思った記憶が <laughs> うですかこう、塔の形に残っていて。えー サトウキビがあるとかじりたいと思うわけですね。うん、そうで,すかでまあざわ,わざわ,わで,でえ南大東島一面のサトウキビでこれをですね、まあ、かじりてえと思ったんです <laughs>、えー、ところが茎が硬そうでこれはちょっとやそっとじゃナイフでもありゃ別だけどもとたとえこれナイフがあったとしても。 サトウキビ畑につかつかっと歩いていって、うん、まあ人目につかない中の方まで入っていって、うん、一本ぺっと切って、うんうん、ガシガシする分には多分咎められないだろうけれどもちの畑ですからねあねうちは今回ねなんとか警察みたいなものを連れてっちゃったもんですから、はいうん、そんなことをするそぶりを見せた瞬間にものすごい勢いで怒られるんですよ。よっでを 盗まずに済んで砂糖きびセットウキビ窃盗剤で <laughs> よかったですよ罪にならなくて辛抱さんが無事か <laughs>、はい、ありがとうございます。もう、はい、でまあセットは思いとどまったら <laughs> 地元のコンビニ見えたスーパーで日本ぎり真空パック二百九十円 <laughs>、えー、それこじるため買ってきましたからおうおう食べ方書いてありました<う>、えー、一番外側の硬い皮をナイフで削って真ん中に、うん まあ白いとうきびというくらいトウキビとうきびはとうもろこしか、うん、あのあそういえば我々子供の頃ってとうきび細工っていうのがあったんですあこれは松山さんの世代でもわか,からないですかね、うんまあ、中がこうふわふわして周りが硬いんですよ、うん、で後にこれがプラスチック製品に置き換わっていくんでもともとの本当のとうきびはなくなっちゃったんですけれども、ええ そういうもので中がふわふわした状態のまあ直径1.5センチから2センチぐらいの円筒形のものをこれをしがしがするとむっちゃ甘いと。はい。何の話？いやだからトウキビを食べ方がこの皮を削ってそうじゃないです質問の主たる質問は、えー、美味しい食べ物は何ですか。<laughs> そうです。えー 佐藤君、話元戻っちゃった。<laughs> 本当ですよ。みたいな話をしていても時間が経つばかりなので、でね、先に行きたいと思います。<laughs> こんな感じで行くんですか。はい、まあいいけど。引き続き、はい、南大東島について何か知りたいという方いらっしゃったら、もしねあの、はい、いらっしゃったらメールでお寄せください。皆様の疑問にお答えをいたします。はい、サズームそこまで言うか。この後は最新の株と為替の情報をお伝えします。 そして昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にはお米の価格高騰と流通の混乱、その原因と再発防止策はというニュースについて、元農林水産省官僚でキャノングローバル戦略研究所の山下和人さんにお話を伺います。で5時台は北朝鮮が今日南北連結道路の一部を爆破というニュースにズームしていきます。 番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますそして番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲お送りしていますが今日のお題は人生で一番甘いものを食べた時に聞きたい曲人生で一番甘いものを食べた時に聞きたい曲はいあ<ー>サトウキビサトウキビ、うん、最初のね甘いものはねあのおそらくね、うん サトウキビ栽培が盛んだったまあ今でも盛んなんですけれども、うん、1900年に八丈島から人が移ってそれ以降友人島なんです<ー>つまり1900年に八丈島から人が行くまでずっと無人島だったんです、うん、でどうやらサトウキビ栽培でかなり儲かったみたいですねサトウキビ栽培って儲かった時期があったようです、うんうんええ、あの。 これ喋り出すとですね、我が辛抱家のルーツの話をしなくちゃいけないんで、ここに話が迷い込むと、六時間三十七分ぐらいかかりますから。聞いてみたい気もしますが、じゃちょっと諦めて。あの五代前のおじいちゃんが、え小笠原の母島に渡って砂糖キビ栽培で大儲けしたという逸話があるんですけど。そうなんですか。いいです。はい。じゃ D 名的に砂糖キビあれしたっけ。やま七回ぐらいしたと思いますリニューアルされてますからそうなんですか。やだもう。 いやだもう本当に増 <laughs> 山さん腰つ大丈夫ですかな？なんとか大丈夫です。さールお待ちしておりますので、ZOOM Zoom アットマーク一二四二ドットコム X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。お待ちしております。では続いてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。 最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いします。はい、ガイタメドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は先週末金曜日と比べて304円75銭高い39,910円55銭で取引を終えました。トピックスは17.37ポイント高い。 2723.57ポイントで取引を終えています円相場は現在1ドル149円30銭付近で取引されています東京市場の円相場は小高い展開となりました序盤に150円を前に下げしぶると実需のドル売りなどを背景に149円30銭台へ強含みました海外市場では複数の FRB 交換による公演が予定されています アメリカの金利先物市場では年内2回程度の利下げを織り込んでおり市場の利下げ観測に変化が生じるか注目ですその他欧米の株価動向にも注目しましょう以上株と為替の情報をお伝えしました上原さん、はい、今日日経平均一瞬4万円を超えたみたいですけれども、はい、どうなんですかあのプロはだいたい想定ないって感じですか そうです、ね、やはりこの中東情勢のリスクというがやや後退したというところで、えー、株も買われやすかったというふうに見ておりますがただ、やはりこの4万円の大台というのが一つ、値、えー、の重さが出ているようですので、えー、引き続き今週は4万円台に乗せられるかというところに注目したいと思っていますなるほどありがとうございまししたた、はい、ありがとうございいました以上がいため com プレゼンンンツマーーケットインフォメーションでした。 日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。韓国軍は北朝鮮が南北連結道路の一部を爆破したと明らかにしました。韓国軍の発表によりますと、北朝鮮は今日の正午ごろ、韓国とつながる道路のうち軍事境界線の北側にある区間の一部を爆破したということです。 第50回衆議院選挙が今日公示され、27日の投開票に向けて12日間の選挙戦に入りました。石破茂総理大臣の下で、自民・公明両党の連立政権の信任を問います。与野党は、派閥裏がり事件を受けた政治改革、物価高対策、経済や安全保障政策をめぐって論戦を展開します。 スウェーデンの王立科学アカデミーは昨日、2024年のノーベル経済学賞をマサチューセッツ工科大学のダロン・アアセモグル教授授ら、アメリカの学者3人に授与すると発表しましまた。ヨーロッパによる植民地化の研究を通じ社会制度の違いが国家の繁栄に影響を与えることを解明した研究の成果を評価しました。 インド外務省は昨日、インド駐在のカナダの外交官6人を国外追放すると発表しました。カナダ側もインドの外交官6人の追放を決定しました。カナダでインドでの飼育協と独立運動に関わった男性が殺害された事件をめぐり、両国の対立はさらに激化しています。 子どもに多く見られ咳が長引くことが特徴のマイコプラズマ肺炎の全国の患者数が2週連続で過去最多を更新しました国立感染症研究所によりますと全国およそ500の医療機関で今月6日までの1週間に報告された患者は6週連続で増加しました中東情勢の緊迫化などを背景に金の需要が国際的に高まり 日本国内の金の小売価格が過去最高値を更新しました。金の国内小売価格の指標とされる田中木金属工業の今日の店頭販売価格は、1グラムあたり14,069 14, 円となり最高値を更新しました。 昨日九90回目となるパリモーターショーが開幕し、EU が追加関税を決める中、中国の EV メーカーが存在感を示しています。今年のパリモーターショーには、およそ50の自動車メーカーが参加していて、中国からは9社が出展しています。そうですね、インドとととカナダででお互いいに外外交官を国外追放というこ揉<あ>めてますが、えーえー んで揉めててるのっっこれちょとと解説がいいだろうと思いますけども、はい、インドって宗教的になんかあの仏教国だと日本で思ってる人意外と多いかもしれないですがまあ主流の宗教はヒンドゥー教であります。うん、でヒンドゥー教以外にもあの小さな宗教いくつもインドの国内にはあるんですがその中で最大はおそらくシーク教徒だろうと思います。 人がイメージするインド人で頭、頭ターバン巻いてるイメージありますね。えー、あります。あります。あの皆さんは。シク、うん、教徒です。シク教徒です。<ー>で、あのシク教ではですね、えー。髪の毛が非常にきち、あの、大事なんですね。<あ>宗教上。えー、で、それを一生こう、伸ばし続けるんで、束ねる必要があるんで、頭でターバンで、はい、まあ、巻いていくっていうそのために。 皆さんって言うとなんか頭にターバン巻いてるイメージですが、うん、実はインドの皆さんで頭にターバン巻いてる人たちはシーク教徒っていうヒンドゥー教徒とは違う宗教のこの皆さんが、まあ、インドの地図で言うと右上の方ですね北東の方に割とたくさん住んでらっしゃって、はい、この皆さんが独立運動を長年やってらっしゃって、うん、カナダでこの独立運動の中心人物と目されている宗教指導者が射殺されたんですよ。うん カナダが調査していったらどうもこの射殺の背景にはインド政府がいいるんじゃないのイスラエルの諜報機関が海外で殺人をやるというのは有名な話ですがどうも世界の現実ってそういうことになっててどうもカナダの警察がいやこれインド政府が関わって独立運動をやってる宗教の宗教指導者殺したんじゃないのっていうそういう結論に達したんでそれに怒って でお互いがあの外交官出てけみたいな話になっちゃってるんであるまあ世界の非常に厳しい現実というのが、うん、インドとカナダってまあいやなん,なんか上品な文明国の人みたいな特に、うんね、イメージがあるじゃないですか、うん、でも。 水面下でここうういいうとがが起きているのの現実の世界だいいとその一つ前のニュースで「はい、ノーベル経済学賞今年も日本人選ばれませんでした、うん、残念ですね」っていう、まあ、ある意味そういうニュースなんでありますが、うん、ただしノーベル経済学賞中ちゅうのはノーベル賞の中では、まあ、言っちゃなんだけども。 ノーベル賞の運営してる大元の財団は認めてないからねっていういわゆる大悟前って発明したノーベルが遺言でできたノーベル賞って今から百何十年も前からあるんだけども<い>わずかだから大阪70年万博の直前ぐらいにスウェーデンの銀行が金出して経済学賞を作ってくれって言って誕生したのがノーベル経済学賞なんで<い>実は他のノーベル賞と ちょっとそれで,すんでまあ、えー、やっぱりどうしてもね英語圏の経済学者が受賞するん、まあ、いわゆる文化系と理科系の、まあ、間ぐらいの賞なんだけれども、えー、そういう意味ではあの環境的に日本の学者が取りづらい分野であることは間違いないですね。フラッシュでした 10月15日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になるところです東京予約庁日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか今日もご意見どうもありがとうございますまず埼玉県秩父市64歳まささんですはい。ありがとうございます南大東島でラム酒を作っているのご存知ですかと 買ってきましたあ,あのね赤いラベルのと緑のラベルのがあるんですが、うん、値段がね1.5倍ぐらい違うんですよっ片っぽは糖、うん、蜜が原料で<ー>片っぽがサトウきびの搾り汁を原料にしたもので<ー>サトウきび搾り汁にしたものまあ糖蜜も元はサトウきびなんですけどもうん、うん、そのサトウきびの搾り汁から直接作ったやつの方が ええ、五割ぐらい高いです。そうなんです、で飲み比べしようと思ってその赤ラベ緑ラベルのと赤ラベルのと二種類買ってきましたので、うんね、はい、私一人で楽しみます一人でね、ご家族で楽しむ場いでねこれコルコルという品名だったと思いますが、すはい、自分はネットで買って飲みました。ロックでシークワーサー絞って飲むとなかなかの味。どっちか,か,かど,っちどっちを買いになったかな、緑かな、赤かな。ですかね。はい、ロックでシークワーサー絞ってやってみてください。シークワーサー いいですね私シークワーサーのチューペット買って帰りましたチューペットチューペットわかりますかあ、チューペットは商品名ですねごめんなさいあの冷蔵庫で凍らしてほらカジカジするやつです私あれが好きでねそうなんですかもうね子供の頃からねこういう形になりますけどねそれのシークワーサー味のやつが美味しそう美味しそうそれフローズンにして入れたらどうですかラム酒のに 美味しそうじゃないですか。ちょっとそれ。なんか。血糖値爆上がりみたいな。まあ、ちょっといろいろ試してみる。ね、ありがとうございました。まだまだご意見お待ちしておりますんで。ニュースに関すること、辛抱さんのお話に関すること、ん何でも結構です。しかし何でも喋ろうと思えば喋れるもんだな。<laughs> いや、まあ、そうですね。<laughs> びっくりだよ。そういうもんですよ、遠くって。ラジオって。<laughs> え、そうなんですか。<laughs> <laughs> ありがとうございます。存、はい、充分に喋ってください。メールは <laughs> ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X はハッシュタグ辛抱じ郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日報放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。お米の価格高騰と流通の混乱、その原因と再発防止策は。 今年の夏、全国各地で発生した米不足。米の品薄状態が深刻化していましたが、現在は新米がスーパーに出回っています。ただ、新米の店頭価格は去年よりも高騰しています。その原因、そして解決すべき課題はどんなことなんでしょうか。 今日はこのニュースにつきまして元農林水産省官僚でキャノングローバル戦略研究所山下和人さんにお話を伺っていきますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、米の値段は確かに上がっ 私のイメージでいうと数年前までは米というのは5キロで2,000円前後っていうのが私のイメージだったんですが、うん、今安いところでも5キロで3,000円前後、うん、ちなみに週末を訪れた南大東島では5キロで4,000円でした、うん、<laughs> キロ8 0 0円<い>うんまあ3,000から4,000円ぐらいしますよね、うん、今ね、えー、5kg だとやっぱり値段は上がっててこれは定着するんですかねこのままですかね あね、来年の、えっ、ー、と、九月ぐらいまでは、この値段が続くと思います。そもそも、米って、1キロいくらぐらいが適切な値段なんですかね。<laughs> まあ、人によってはね。歴史的に見て、<の>例えばね、うんうん、江戸時代とか比べると、米の値段って今どうなんですかね。<laughs> まあ、あの、年によってね、そのものすごい変動してたわけですよね。はいはい、あの、昔はですね、あの、世界最初のね、米の先物市場というのは。 同島,、ね、島なんですね、すねあれが世界のはい、はい、で最初の先物市場なんですよね、同、ね、島でその米の需、はい、給を考えながら価格を決めてたんで、うん、もうすぐ米価が高くなったり下がったりしてた、でそれでその、まあ、米騒動なんかも起きたりしてですね政府が関与するようになって、米の値段を統制するようになったです、ね、物の値段っていうのは、これ、いくらで買います、うん、売りますっていうふうにしてできるもの、はい、世界的にそういうものだったんですが。はいうんうん 江戸時代に大阪の米相場っていうここで初めてですね半年先にならないと米の現物ないけれども半年先にできる米をいくらで買う今っていうこれがいわゆる先物っていうそれをだから今現物ないのに半年先のものを売り買いするっていうこの発想ってすごいっすよねいやあれ世界で初めてですからねさすが大阪人だと思いますの 金が欲しい大名が秋になるとこれぐらいうちのは米が取れるんだけど今金が欲しいとでなんとかこれを秋にできる米を担保に金これ売るから金くれっていうおそらくねそういう発想だったんじゃないかなと思うんですけどもいずれにせよ日本の歴史において米の値段っていうのは国家の基本中の基基本本中ですよねまあ米が通貨みたいなね役割を果たしてたわけですよね。そう だから、国高って言って、うん、どのくらいの米が取れるかで、うん、大名の、うん、まあ、いや、収入の。うん、まあ、規模っていうのが決まるというぐらい、なもんですから。でも、現代において、どうなんですかね、やっぱり、現代でも、米というのは、それぐらいの。日本で価値があるものですか。えっとね、やっぱり、米の消費がどん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 落ちていって。はい、で昔はね、あの、終戦直後は。米のですね、配給量というのは、二号三食だったんですよ、一人。 一日あたりですよ。今二号三三食食べてる人いますけど、絶対いませんね。だから一号一号炊くと、まあ私なんか一人暮らし東京ですけども、一号炊くと、まあ二日はいけちゃいますからね。だから昔はね、あの米しか食べてなかったんですよ。肉もないし魚もないし、だりよそ米だけの生活だから、二号三食でも 供給カロリーのね半分しか供給できていなかった。ははだから米がねそれは米だけの食生活だったわけですよ。えー、だから米価が上がると大変なことになったわけですよね。えー、だからまあ国の国民のまさに生活の根本を支えるまあある意味価値尺度でもあるのが米だったんですよね。で、えー、戦後その米を確保しなきゃいけないっちゅうんで、うん、米の大増産が行われた時代がありましたよね。だから今だったら多分ね。 環境破壊って言ってて言大問題にななりそうな例えばあの東北で八郎潟って巨大なあのまあい,いや <laughs> 湿地帯があったんですがここ全部埋め立てて田んぼにするとか今なら絶対無理ですねこれは <laughs> あの多分あの、うん、国際的な湿地を守ろうみたいな運動の中でとてもできないですが、うん、そのぐらい米要するに大量に作れって言って政府が呼びかけた時代があったんですね、うん、だから戦後はですね大体、まあ 終戦直後はね750万トンぐらいしか生産できなくて大不作だったんですけど大体900万トンぐらい生産があったんですね前後の年はねはあ、はあ、それから増産をかけて、えー、1967年に1445万トン。 そこがピークで今はなんとねそこから半分以下なんですよ。あ<ー>700万トン以下しかね <laughs> 米生産させてない。まあとにかく日本の柱であるところの米作りに政府がとにかく一生懸命になって日本全国の農家に米作れって言った背景は今まあお話しされた通りなんだけども、うん、まあ食生活も変わってきてどんどん米の消費が落ちてきたんだけど。 まあいやあの農業の基本は米であるというのがもう国を上げて作られちゃった中か、だか米だけは値段が冒頭しても困るし、あまり安くなりすぎると農家が困るんで、国が一定価格で買い上げるっていう制度が長く続きましたよねこれ。食糧制度ですね。千九百四十二年つまり戦時法制としてやったんですよ。あ、戦<れ>、対戦、戦争中に作ったんですか。はい、要するに、ね、そのあの米が多。 不足したんで、あのー、金持ちしか買えなくなるわけですよね、はいはい、市場に任せたらね、ええ、そうじゃなくて政府が買い入れて、ええ、安く一定量を、例えば2号、3色を平等に与えようと、ええで、そういうので始まったのが食料管理制度で、それが95年まで続いたわけですね。私が子供の頃って米って、うん でスーパーで誰でも自由にいくらでも買えるようなものではなくて、米配給手帳みたいなやつありましたよね。えー、私の子供のとあマセさん A、えー、ですか。またちょっと配給手帳も。はい、<や>私はね <laughs> それ見たことない。嘘だね。だね <laughs> 私よりも先生年一つ上のはずだ。<laughs> おかしい。そんなはずはない。えー、私の子供の頃米は米国手帳って米国通帳って帳、えー、お米か 買うのに要するにね、あ <laughs> と先生先生私より一つ年上だって分かってんだから。<laughs> 私も見たことがないとか言わないでくださいよ <laughs> <生>本当に。そうなんですか。まあそういう時代があったんですよ。<laughs> はいはい、だ米ってそのぐらいまあ国家統制が行き届いてるっていうか。えー それでまあ農家も米さえ作ってれば政府が安定的にだから値段が暴落することもないので米さえ作ってれば一定の収入が得られるっていうそういう仕組みがでがったんですよ、ねうん、そう政府が、ね、買い入れてだから最初はねその食糧制度というのは政府が買い入れてそれを安くね国民に平等に供給するというのが狙いだったわけですねすみません消費者保護の政策だったんですところが、はい、戦後ですねその国が豊かになったんで,で農家の所得が減ったそうすると 政府が変えられる米の値段を上げて農家の所得を保障しようと、だから米価を上げるという運動をやり始めたんですね。だからまさにあの氷伝に例えられますけれども、うん、まあ地方の政治家にとって農家の氷というのはまあかなり一定の党落に影響する。そうすると農家の皆さんに、えー、ちゃんとご飯を食べてもらう。まあね日本の農家がいやサ,サラリーマンなんかに比べてそんなに豊かでもなかった。 ったっていうこともあるんですか前はね、だから1960年ぐらいま,までは<ー>農家所得の方がサラリーマン所得よりも下だったわけですよねすところがね、あのー あの米価を上げたということと、それからね、地方にね、新産業都市といって、工場を誘致したわけですだからその農村に住みながら工場に住めることができるようになった、だから、兼業農家ができてたわけですね、農村にいながらサラリーマン、なかなかね、大きな声で言いづらいフィクションがあってですよ。米というのは ものすごく手数のかかる農産品でなん,かなんてかけてっていうような要するにたとえに米が使われるぐらいだけども実際今あの農業機械ドーンとぶち込んで農薬ダーンとまいていやあの兼業であの季節季節忙しい時はあるけれどもまあ働きながら農家ができるというようなことを のの一つの、まあ、ツールとしてて稲作っっ使われるようになただからね1951年の時はですねあの1ヘクタールの米を作るのに250日は働いてたんですよまだ。はいはい、今はね29日でできるんですよ。機械化が進んだんで、はい、サラリーマンが平日はね会社に勤めて工場に勤めて週末ちょこちょこってやるだけで米は作れるんですよ。えー だらそれみんな知らないわけですよ、はい、米はまだね<や>あのおしんのように大変な作業だというふうにみんな思ってるわけですよ。それ,ねねえー、それマスコミで大きな声で言うと怒られるから言わないんですよ。<laughs> 米というのはこんだけ農家の皆さんが一生懸命手間暇かけてっていうそういうフィクシングが出来上がってますからあ、うん、そんなあの昔に比べたらまあいや、あのでそんな絶対そんなこと言えないですからね。 それで,、えー、でまあ農家にしてみたら手間かかんないし確実にお金になるしこれ作っとくのが一番リスク少ないんで他のものは例えばキャベツなんか大量にできちゃうとただ同然に値段下がっちゃうで潰さなきゃいけないだけど米だけだ米作っといたらリスク少ないからってみんな米に変わっていったんですよね。うん いや米に変わってでも米がねほとんどの農家は全部米作ってたんですよ、はい、でそれじゃあ総額が上がらないというんでむしろその野菜とか果物とか畜産とか、はい、そういうふうにシフトさせたというのが1960年以降の農業政策だったんですねるほどで、えーまあ、その食感制度というのが、うん、でももう30年ぐらい前には95年にされましただけど、うん、その後も政府は米の値段等に関与してますよね、うん、だからその それまでは、ね、その米が政府の買えれる米がたくさんありすぎて、はい、で過剰在庫を政府がか抱えたんで米の生産を減らそうとして減産政策を始めたんですけれどもところが、食糧制度がなくなると米の補助金を農家に払って米の供給を減らして生産を減らして米価を高く維持するという減産政策が唯一の米価維持政策になったわけですよ。はいはい、だから今ははは JA 農協というのは以前はね 政府が米をバン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 買い入れるときは減反発して言ってたわけですよ。ところ今では農協がですね。減反維持のあの一番の強硬派になっているということですね。つまり、米があまりすぎると。米の値段が下がると、j ェが困るという。うん、そ,うそういう構造。になったんです、ねね、それももう一つからくりがあってね。ええ、兼業農家を維持したいわけですよ。小さな農家を維持したいわけですよ。なんでね。 兼業農家ですからサラリーマン所得の方が農家所得の4倍も5倍もあるわけですよそれを J バンクに預けてくれるわけですよ J というのは金融業もできる何でもかんでもできる日本唯一の法人なわけですよ J バンクに預けてくれるそれで J バンクは109兆円の日本最大のメガバンク最大級のメガバンクになったということです結構あの、えー、山下先生がやばい人だということがだんだん分かってきました <laughs> あのそうなんだけどそうなんだけどなかなかそういう声大きな声では言わないわけですつまり <laughs> JA というのは農産物を扱うあの農家の味方っていう,こうマスコミ的にはそういうことになってますだけど,だけど、ね、実際 JA の収益構造を考えると、はい、もう金融機関だよねって話なんですよね。ううあの金融事業とそれから共済といって保険事業を持ってますからそこでその。保険金融事業 あのまあ、あのすごいお金を稼いでて。そうすると、数少ない専業農家よりも数の多い兼業農家という構造の方が。いいということですね。米価を高くすることによって、そういうコストの高い兼業農家も維持できる。はい、それが j. A. J. A. の経営にとって有利だったということですね。ね、はい、えー、で、今に至るで、突然米が。うん、あのスーパーから、の棚から消える。これは一体どういうことなんですか。これはですね、あの。 基本的に引き金になったのはあの猛暑でですね、はい、米がですね実がなるときに暑くなるとあの米が割れちゃうとかですね白くなっちゃう白く濁るような米が出るんで生産はある程度あったんですけどもそういうのは流通に回すとですねあの食べられないものですからそういうのを流通から排除するんですね。そ、うん、そうするとその実はその 600万トンぐらい650万トンぐらい生産があったんだけれども、2三3 0万トン、それでなくなってしまう、えー、それともう一つは、まあ、言われてるのはインバウンドで、ですね、はい、その米の消費が上がった。これで でもよく言われるんだけどもあの言われるほど大したことはないと思うんですけど、ねえー、でも農林水産省はそう言ってますそういうことがきっかけになってるんですけど根っこにあるのは減産政策なんですね要するにぎりぎりの生産しか許さないわけですよ、えー、ちょっとでも生産が増えると米価が暴落するからそれはその農協にとってよくないというのでぎりぎりの生産しかしさせないしたがってちょっとでも需給がバランスが崩れると米価が暴あの不足したり米価が不足したり米価が暴騰したりする。えー ということです、ね。どうしたらいいんですか。ゲンタもやめるということです。 <laughs> それが難しいのはですね、はい、あの政府が主導してやってる時って、まあ、政府が減産を呼びかける理由ははっきりしててとにかくあの一定価格で米買い上げなきゃいけないから、うん、あまりそんなに売れないのに政府が、うんうん、国民に売ろうと思ってもそんな値段では売れないので、うんまあ、食感会計の赤字っていうのが昔キーワードだったことがあるんですけどもいいい要するに農家から高値で買い上げて国民に安く売るとその差額を国、はい 補填しなななきゃいけないいけかららあんまり作らないでくれとでも作らないでくれれば補助金出すからっていう、うん、そういう時代はなかったんですがその食感制度は終わって今民間、まあ、JA って言っても民間主導になったわけじゃないですがそうするとその一般の農家が米を作るか作らないかということに関して国は直接関与できないわけでしょいやあの国はですね あのー、農林水産業で適正生産量というのを毎年決めるんですよ、はあ、でそれをもとにして、つまりその、ええ、これしか作っちゃいけないという目標なんですよ、それって、なんで国が作る必要があるんですかいや、それは昔からそういうことをやったから、でそれ一旦それを廃止したことにしたんですよ、はい、安倍内閣の時に生産目標数量というのをやめましたということにしたんですよ、ええところがそれじゃあのー、生産を制限できないという声が上がったんで。誰から それはその農協とかそういうところからですよ。ええ、それで、あの適正生産量というのを農林省がし、あの公表するんですね。農林省が公表して、それを元に県段階とそれから市町村段階で農協と、えー、都道府県県庁それから、えー、市町村市町村役場、えー、そういうところが集まって農家にこれこれしか作ってはいけませんよという指示を出してるっていうことです。だから今自由じゃないんですよ。よ今でも おおおかかかかしししいいいいじゃなででですすすそれおかしいですよどう考えた毎年の生産目標みたいなものを農水省の内部で作るに際しては一定の人員をその数字を出すために先予算も月日発表数字を発表するとうん、うん、だけどそれって今の話を聞く限りはいらねえだろそんなもん うん、だから自由にすればいいんですよ。っていう話ですよね。自由にすればいいし、ただいや、もうそれは政府が決めればいいわけです。政<府>でしかも、はい、その減反させるために、3500億円も年間払ってるわけですよ。ええ、今でもあ今でも,今でもだから減炭の 減糖をやめると三千五百億円の金がいらなくなるんです要するに減炭政策はやめたん減炭政策というか食管制度に基づく減炭政策はやめたんだけれども毎年政府が今年の農家の皆さんはこれぐらい米作ってくださいねって言ってそれを超えないようにするために補助金をまいてるってことですねそういうことです でそれであの財政負担をして、はい、普通ならね、医療サービスになったら、財政負担をしたら、国民は安く医療サービスを受けられるわけじゃないですか。 米の供給を減らして、米価を高くして<や>、消費者としても高い金を払わされる。うん、そうするとあの、高い米を買わされる上場合によったらスーパー行っても米が買えない状況にあるにもかかわらず、税金の中から米を作らせないための補助金がまかれているって、20にも30にも一般消費者はひどい目に遭ってるってことじゃないですか。すこれ50年間ずっと続けてるんですよ なななんでこれが問題にならないんですかいやいや <laughs> 誰が問題にしてそれって変えられるのは政治家農水省の意識高い人たちいやまあ政治でしょうねだから政治家がその農業の JA が組織する農業,農業票というのを当てにしないというふうに決断できる立派な政治家がたくさんできてくれればこれはできます選挙期間中にやばいこと言いますね。<laughs> <laughs> 今日衆院選公示日だっていうのに特定の政治家の名前は出てないにせいよ <laughs> せいよ <laughs> ドキドキすべての責任はあ山下さんご本人 <laughs> 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 いやよく状況はわかりました <laughs>、うん、よく状況はわかりました、はいえー、本当にどうなってんだよこの国はと、うん、どうなんですかだけど山下さんなんか農水省にいらっしゃったわけでしょうん、うん、そうすると農水省の中に知り合いもいっぱいいるじゃないですかいますで、ね、バカばっかりじゃないでしょ <laughs> まあ少しはいますけどねそれは <laughs> おかしいと思ってる人は少ししかいないんですか少ししかいないですだって出世しようと思ったら自民党の農林族に嫌り合わないとダメでしょ <laughs> 正論なんか言えるわけないじゃないですか。正論ぴ言ったら山下みたいになるということだ。今日はね深くね山下さんのお考えをね伺いましたけれどもねこの時間ねはいあのそうですそうです <laughs> 山下さんのお考え。山下さん農水省に何年いたんですか。<laughs> 30年ぐらいいましたねあそんなにいたんですか、うんうん、ってことはほぼほぼほぼ、あのー、定年大会に近いところもだけどその間にあの海外の大学とかも行ってらっしゃるのは、うんで農水省からの派遣で行ってらっしゃったということですねはあどうなんですか農水省にそれだけ長年いて、うん、農水省の金で。 まあいや海外留学までして、学位その他を取って、日本に帰ってきて、それで農水省にそうやって批判的なことを言うと、夜、闇を歩いてると怖いなとか思ったりすることないですか。<laughs> <laughs> <laughs> 乗らなくて結構ですよ <laughs> あ<の>やばいタイミングやばいっ呼んじゃったなこれ <laughs> <laughs> ありがとうございましたあ時間が来てしまいました、はい、キャノングローバル戦略研究所の山下和人さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです。飯田浩二です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊フジの記事を解説する「夕刊フジそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛りだくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 10月15日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。今日のお題は人生で一番甘いものを食べた時に聞きたい曲というね、辛坊さんが砂糖きびのお話をしたことから決まりました。はい、あの、はい。 サトウキビ泥棒はいけませんよ良 <laughs>、はい、かったですよ。田さ、うん、思い留まった最大の理由はですね、はい、私が一本中でもこれ千人の観光客が同じことをしたら千本だよなそうですよはい。窃盗ですその通りです、はい、盗まないでください盗まれば本当ですよ埼玉県わら市のラジオネーム砂次郎十三歳はですね 何が甘いものだったかなと思い出すと外国のお土産でもらったチョコレートが最強に甘かったですあるある外国のでもうとにかくどんだけ砂糖入れてんねんっていうそういうのがあります,りますですのでリクエストは松田聖子さんスイートメモリー甘ーい <laughs>、はい、ありがとうございますえ <laughs> そしてコズミックコーデさん大阪府大阪市の方は、えー これはアーモンドチョコレートの CM ソングで三浦友和さんと山口百恵さんが仲良くチョコレートをかじっている姿を思い出します,しす、ね、松山千春さん季節の中であ,<ー>あったあった、うん、そして埼玉県のガジェタクさん25歳の男性はマルーンファイブのシュガーなんて、うん、甘い,甘<ー>い <laughs>、ね、横浜市のラジオネーム宮川さんは

思わず甘い口づけもしたくなります。井上洋水さん、いっそセレナーで、えー。甘い,<ん>い口づけです。千葉県市川市の富山のノアさん、四十六歳は。甘くて驚いた時の曲、甘くて驚いた。甘く。 驚いたアマグデオレレータです <laughs> かこれ私ちド,ドラマアマちゃんから40のメモリー <laughs> それあま違いです <laughs> そういうことです、はいえー、神奈川県60歳の富山スプラウトファンさんは<お>甘いもので思い出すのは80年代にニューヨークで暮らしていた時に、えー、あおしゃれですねよくいただいたキャロットケーキです。 アメリカのスイーツは私にとっては甘すぎるものでしたが、ね、このケーキは美味しく感じましたほうほうニューヨークというとやはりこの方の歌声が聞きたくなりますビリヒジョエルストレンジャーストレンジャーニューヨークま、はい、まあまあ名曲ですね、うん、はい、ありがとうございますそして茨城県鳥出市から62歳虎のしっぽさんは、えー、島谷ひろみさんの甘い色の 髪甘いいやいや<甘>いそれは甘い色だし、<laughs> 甘いくないし、それははいのの。川崎市のコトラスさん<お>、えー、シュガーのウェディングベル、ね、<あ>甘いといえば最後に言ってますね、ーすねアーメン。 いや、それ、アーメンだし。<laughs> はい、あ、アメクね、それ、シュガーは甘いですけど。安達君のジェック東京さん、四十三歳。<ほ>人生で一番甘いものを食べた時は、石川さゆりさんの甘みの。いやいや、だから。甘い声。もう、本当に、皆さんダジャレに、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。うん、本日のズームオンミュージックリクエスト。山下達郎、甘く危険な香り。<laughs> いいですね。ではエンディングでお届けしますんでね、えー、もうしばらくお待ちください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、お好きな時に送ってみてください。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームであなたからのご意見送ってください。 日報放送ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらです。北朝鮮が今日南北連結道路の一部を爆破。韓国軍は北朝鮮が南北連結道路の一部を爆破したと明らかにしました。 韓国軍の発表によりますと北朝鮮は今日の正午ごろ韓国とつながる道路のうち軍事境界線の北側にある区間の一部を爆破したとということですなんか北朝鮮が、えー、緊張を高めているように受け取れるニュースでありますが北朝鮮が緊張を高めているのは間違いないんですけども、はい、いろんな見方ができるニュースではあるんですよ。はいうん、というのがあのがあ キムジョンという今は、まあキムまあ、初代を金日成とするならば2代目が金正恩いる、うん、で今金正恩3代目じゃないですか、はいうん、3代目になってですね先代先々代が、まあ、ある意味北朝鮮の国是日本は国交がないという意味では国是という言い方が正しいのかどうかともかくとして北朝鮮が国是としてきたのはずっと、うん 南北統一なんですよ私、はい、あの今ですね1990年代に書かれた本を当時出版された本を北朝鮮に関する本を読んでるんですけども、うん、その本の中で描かれているのが、えー、当時北朝鮮がどのくらい金と手間と人をかけて対韓工作つまり韓国にスパイを送り込んでいたかという詳細なリポを読んでるんですけれども、うんえー、つい この間まで、はいまあ、この間ってのは数年まで、うん、北朝鮮は、えー、韓国という国の存在を認めていなかったわけですよ。あくまでも朝鮮半島の南の方に存在するアメリカの傀儡政権であってあそこは韓国という一つの国ではなくて南朝鮮であると、はいうん、北朝鮮は長年伝統的に南半分のことを南朝鮮で韓国も 伝統的に朝鮮半島全体が自分たちの国でだから北の韓国では北韓という言い方を韓国は北のことを北韓というし、うん、北朝鮮は、えー、韓国のことを南朝鮮としか言ってこなかったわけで、うん、共にスタンスとしては一つの朝鮮半島全体が一つの朝鮮まあ韓国からすれば韓国であると一つの国なんだと、うんえー、だから将来的には祖国統一というのが、はい 長い時間のスローガンで今からほんの10年20年前まで北朝鮮は北朝鮮でスパイを国内で養成してまず一旦日本に送り込んできてでまあ日本でリクルートすることもあったんですがそれを韓国に送り込んでまあ韓国の内側から韓国というものを崩壊させて。 まあ北朝鮮と統一させるというそのための戦略というのを長年組織的にかなり大規模に組織的に行っていたんですが最近去年ぐらいから北朝鮮のスタンスが変わって初めて南朝鮮ではなくて大韓民国という呼び方を使ってだから南半分は一つの国なんだという。 統一を目指す自分の国の一部ではなくて、うんうん、そこは一つのだから、えー、長年ですね逆に韓国の側からすれば北朝鮮も含めたあれは全部韓国として将来的に統一するんだということで、うん、え38度線という南北分断するところのここの境を越えてですね北朝鮮に入ったところに工業団地を作って、うん、北朝鮮の安い労働力を使って、えー、韓国の企業が北朝鮮の38度線ちょっと北へ越えたところで商売する。 するというのがもう当たり前のように行われててこれもお互い将来統一の時のためのまあ一つの第一段階みたいなそういう認識だったんですがここへ来て北朝鮮は韓国国を一つの国家ととして認めるとで今までの北朝鮮のスタンスからすると180度ひっくり返るだから先代のキム・ジョンイルキム・イルソンが将来的に朝鮮半島全体を北朝鮮主導で統一するんだという まあ、ある意味、北朝鮮の国税を、まあ、恩政権が放棄した形になりますから。だから、日本国内の北朝鮮の出先機関みたいなところは大混乱するはずですよ、去年から。え、ちょっと待ってください。俺たちは本国からの指示に従って、韓国に浸透工作をして、将来的には一つの北朝鮮、朝鮮という国にするつもりで頑張ってきたのに、 北朝鮮の本国が要するに韓国を一つの国として認めるという意味です、うん、今回その南北をつないでる道路の一部を爆破したってさって別に韓国側で爆破してるわけじゃないので韓国側に被害は出てるわけじゃないんですけども、うん、だからもう韓国は別の国ですよという金正恩は先代先々代の国勢であったところの朝鮮半島一つの国にするという。 大目標をもう放棄したとということになりますから、うん、だから緊張を高めているという言い方もできるしもうそれぞれの国としてやっていきましょうとはっきり言って国際社会は。 みんなそう思っまあまあでも今から30年以上前に確かに東ドイツは西ドイツと一緒になって今統一ドイツになりましたから分断国家であることは間違いないんでそれは将来一つの国になった方が自然なのかもしれないけども現状における韓国と北朝鮮の様を見るとこれが一つの国としてなかなかやっていくのはまあ,ある意味金正恩という今の体制は現実を見定めた上でもう反対の 朝鮮半島統一を諦めたっていうかそこううこを目標ととしててないっていっうことを宣言してる<ー>だけど過去の例から言うと表面に見えてることと水面下で起きてることは違ったりなんかしますから、うん、表はそう言いながら <laughs> 水面下では浸透工作を重ねてるということもありますから即<ー>断はできませんけれども、はい、現状において北朝鮮が。 あ,の祖国ある意味長年生まれていた祖国統一というところから全く離れた世界観を持って国の運営を始めているのかもしれないっていうその見方は持っといてもいいかなと思います。うんえー、だってそうじゃなかったら今まで南朝鮮としか言わなかったところを大韓民国って正式国名で言わないでしょって話なんだけどね。ね恐ろしいのは 今までは自分の国の一部だから、はい、そんなところに核兵器なんか絶対使わないよねって見方があったんですが、<ー>別の国だとなると、他国ですから、はい、核兵器も使っちゃうよっていう見方なのかもしれない。はい、そういう、そういう見方も一部にはあります。はい、ちょっとなんか恐ろしいですけどね。そう思うと、と恐ろしいですね,ね。ズームフラッシュでした。 ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは三河屋さん、エビーロボタンさん、お二方からのリクエストです。山下達郎、甘く危険な香り。はい。はい、本当に山下達郎は天才っすね。<laughs> いや、本当ですよね。この曲もすごいいい曲。 うん聞きながらふんとかはんとか言いながら大脱心したくせによくそんなこと言う <laughs> そんなことないですけどあの歌詞にならない山下達郎さんなのみたいなねそういうところが絶対いいじゃないですかです、ね、はい下さんのも今良かったですね山下達郎ワールドでこれはもう <laughs> 凡人にはとても真似のできないところでそうですよねはい、はいはい、素晴らしかったです。 この後は日本放送は伊集院光の種、六時からは鶴向の噂のゴールデンリクエストをお送りいたします。で明日の朝六時からは飯田康次の ＯＫ コージーアップ。明日のコメンテーターは筑波大学教授の東野厚子さんです。衆議院選挙公示、十二日間の選挙戦が始まる。ロシア侵攻に北朝鮮が関与、ウクライナゼレンスキー大統領が断言などお届けいたします。 でこの番組は、去年先ほども取り上げましたけれども北朝鮮が韓国と結ぶ道路を爆破というニュースにつきまして明日は龍谷大学教授の李相哲さんとさらにズームしていきます。えー、引き続き続リクエストにお答えして、うん 南大東島について皆さんが知りたいことを私がお答えすることになっておりますから、うんね。なぜこんなに南大東島、南大東島とこうやって言うかというとですね、うん、思ったよりずっと交通費が高くて元取らなきゃいけない。<laughs> なんか変な感じですけど。<laughs> そうですか。えー、まあそんなんでお付き合いください。うんはい、ここまでの相手は辛坊治郎と。ませんまさやかでした。明日もあります。